マイキー好きですかうーんまあでも僕東京リベンジャーズはなんかあのなんか主人公の頭が割りすぎるのでどうかと思うんですけどあとマイキー強すぎあのやっぱねあの格闘技というかそのけんってやっぱ体力というかあの体格に比例するんですよ。 その体重多い人の方が強いよねっていうのは明確に決まってるのでいくらその運動神経良かったとしてもやっぱマイキーそこまで強くはなれないと思うんですよねなのでちょっとなんかマイキー強すぎ問題だけは現実離れしてるのでまあそれを言うとあの過去に戻れるのが現実離れしてるんじゃねえかって言われると思うんですけどなんかその SF ってあの1個の嘘はついてはいいんですけどこの1個の嘘以外は現実味が多い方がより面白くなるんですよ。 例えばそのドラえもんとかってそのなんかあのそのどこでもドアとかはあるんだけどでもじゃあそのなんか。 相手を見ただけで殺せるマシーンとかないいじゃななですかなのでなんかあの一生懸命いろんな秘密道具を使って戦うっていうのがあってなのでその SF ってそのじゃあ過去に戻ってもいいっていう設定があるんだったらそこはいいんですよただそれ以外はすごくリアリティを求めなきゃいけないので何だか知んないけど超強いちびっ子とか出しちゃうと「いやいやいやそれないっしょ」ってなっちゃうんですよね、まあ、デスノートもそうなんですけどなのでその SF の設定は SF の設定のそのサイエンスフィクション以外の部分はリアリティに徹するべきであるっていうあの僕のこだわりからするとマイキー強すぎ問題はちょっと になりました。はいおっタケミッチありがとう僕タケミッチじゃないですけどねはい。